ダックスフンドとウェルシュコーギーの交雑主動ギーは、英国のイングランド原産の愛玩用の犬種である。イギリス女王エリザベス2世は、ウェルシュコーギーペンブロークのブリーダーとして知られるが、その妹マーガレット王女が、バッキンガム宮殿の姉の元を訪れた際に、女王飼育のコーギーのメス犬の一頭と、マーガレット王女の飼い犬のロングコートのミニチュアダックスフンド、 ピップキングが荒廃してしまったことがこの犬種の始まりである。その後生まれた子犬を女王が気に入り、ピップキングやその他のダックスフンドとペンブロークとの交配を繰り返し、ドーギーが作出された。女王はイギリスのザケネルクラブの講演者であるが、そのロンドン本部の入り口に女王の肖像画が飾られた際に、彼女を囲む愛犬の中にドーギーも含まれたため、 純血種でない犬の絵は飾れないと、クラブ側が絵の変更を求めたが、女王はドーギーが入らなければ肖像画そのものを取りやめると言ったため、クラブで初めて雑光拝種の絵が飾られることになったという。2015年現在、エリザベス女王は2匹のドーギーを飼っている。ありがとうございます。